イデアの尻尾を捕まえたら今度は急いでその断片を全く違う脳の部位に移さねばならない。締め切りを超えればリラックスできるので、その終わった部位に新規のアイデアを移植していって成長させるという脳内の移動を繰り返しているのです。なので延々と終わりは見えず、不安な日々が続いていき、一つのプロジェクトが完了した瞬間だけ少しの解放感を味わうという面白くもおかしくもない毎日の果てに面白い作品が出来上がっていくのです。最近のこう何ですかね、アートのことをあんまり知らない人たちは本当にお花のパターンって有名になったからお金儲けができていいよねみたいな、僕の中ではやっぱミニマリズムやそのポストシミュレーショニズムの文脈を抑えた作品であって、作品一個一個作り上げるまでのプロセスもすごく手間がかかるんですよね。例えば僕が、現代美術の勉強を一生懸命して、それを日本人という括りなしで発表することは許されないんですよね。なので僕が日本人であるっていう括りを作りながら、しかし今言ったような現代美術のヒストリーを絡めていって、あくまで、現代美術の世界の中での、今もしくはちょっと先の未来を作るには、こういった、やり方が必要ですよ。でそのやり方プラス、私は日本人で、日本語を勉強してきて、辻信夫先生の基礎の系譜に影響を受けているのでっていうことをコンボすることで、オリジナリティを獲得してるんで、そういう意味において、あそこに書かれた通り、もう毎日毎日がえらい大変なので、そのお花の似たような絵でも全部ちょっとずつ違って、いやこことここの花の色変えただけやんっていうふうに言ったとしても、本当に囲碁やチェスと同じで一個変えると全部のバランスが狂うんで、そんなに簡単なんじゃないんですよね。今からルールを変えろじゃなくて、まあ見ていただくと分かると思いますが、僕いろいろルール変えてきてますよね。でそのルールって、例えば可愛いキャラクターがぐちゃぐちゃになっていって、彫刻の歴史にこんなツルピカなものはなかったんだけど、こういったバルーンや、僕のプレゼンテーションを見て今作品を作ってる若者たちにはすごくファミリアで、まあ、最初目が2つあって鼻があってっていう普通の顔だったのが、歯のギザギザの歯が出てきて目がいっぱい出てくるイラストを描いた時瞬間から、まあ、こう変容が始まって僕の代名詞みたいになってきたんですよね。まあ、イライラしてるときはイライラするような顔があったり、なんかもう本当諦めなきゃいけないときは諦めなきゃいけないような顔になったり、でまあ今の現代の日本人が聞くと開会危機っていうのは非常に可愛らしい言葉にしか聞こえないので、であるならばキャラクターを作ろうと思い、開会期っていうものが耳に書かれたキャラクターを作りました。なぜならばミスタードブっていう作品も、まあ、耳に D と B、 顔が O なんですけど DOB っていう顔に文字が書かれた作品だったので、まあ、その韻を踏んで耳に開会期っていうふうに書いたんですね。で15年前に、作った彫刻は一番最初のキャラクター、手と足がこうとんがってるだけのものなんですけど、今回のは手がちゃんと指があって足もちゃんと平たくなっているんですが、フィクションの中だけの、不安定な形状っていうのが15年前に作った彫刻で、その不安定なところが大事だったんですけど、今回は人形として作ったので安定もよくバランス重心もちょうど真ん中に来るようになっていて、そういったこうなんていうんですかね、やっぱり時代の変遷によってお人形さんみたいなものが彫刻として受け入れる時代に来たので、その時代に合わせた彫刻として開会期を復活させたということがあります。戦後の日本における、可愛い文化っていうのは
そういった細かいその情報やらテイストっていうのではなくて、パッと見て可愛いって思うことが大事で、その可愛いって思うものにもちゃんとセオリーがあるわけで、そのセオリーっていうものにはシンプルじゃなきゃいけないだったりとか、分かりやすい色じゃなきゃいけないとか、まあもちろんオリジナリティもちゃんとなきゃいけないですけど、でも西洋の彫刻の歴史の中、もしくはその東洋でもこういったつるんとしたものは一回もないんですよ。それよりもっと大事なことは、可愛いキャラクターには、それなりの力があって、オーディエンスに訴えかける力があって、それがもし美術館に、展示されていたら、それなりの効力を発揮するであろうという僕の想定のもとに作っていったんですよね。で、それがまあいろいろスーパーフラットって言ったり、美術館のキュレーターの方に理解いただいて、まあアメリカのツアーショー、まあ世界のツアーショーやらせていただいたりすることによって、僕の作品はアートのシーンに、まあレールの上に乗っかった列車になったんですよね。そうすると、それを見ていた、アーティスト志望の若者たちが、可愛いキャラクターもアートなんだっていう、そのもうそれはもう当たり前のこととして理解するようなジェネレーションの作家さんたちがいっぱい出てきて、僕は、それをまあ20年前にいろんな理由をつけて、やっとこう現代美術の世界のレールの上に乗っけたんですが、でもそのレールはもう全然別のところを走っていて、新しいゾーンに入ってるんですよね。